こんにちは。今回は走り幅跳びのシザースについて解説していこうと思います。まずシザースというものについて簡単に解説します。シザースは走り幅跳びのハサミ跳びという跳び方で行う空中で足を回転させる動作のことです。シザースは1回転半シザースと2回転半シザースに分けることができます。ダブルシザースやトリプルシザースなどといった言い方もありますが、今回は下の3つで統一させてください。今回は反り飛び、1回転半シザース、2回転半シザースの3つの飛び方を皆さんと一緒に見ていこうと思います。ではまず反り飛びから見ていきましょう。昨年の本大会準優勝をしております。追い風参考ながら11秒28をマークし、日本選手権でも日本大会の最高となります。反り飛びは名前の通りに空中で体を反って行う跳躍です。またハサミ跳びと大きく違う点としては足を空中で揃えてから着地に移行する点です。スローでもう一度見てみましょう。次は1回転半シザースです。1回転半シザースは先ほど紹介した反り飛びとハサミ飛びの中間みたいな飛び方です。走り幅飛び経験者の方に聞いたところ、一応ハサミ飛びの分類に入るらしいですが、私は反り飛びに近い飛び方だと考えています。では早速見ていきましょう。Oli jo niin vaivattomasti, vielä haluan kerrata sen. No, nyt katsotaan.Vieläkö paukkuja löytyy? On se hyvä! Herranjestas! 先ほどの反り飛びと比較すると空中で1回分足を前に投げ出す回数が多くなっています。スローで確認してみましょう。1回転半シザースは意識してやっている選手もいるとは思いますが、反り飛びで体を反らす過程で反動で足が1回多く回っている場合が多いです。あまり反り飛びと違いを意識していない選手も多いと思います。私自身はあまり反り飛びと分けて考える必要はないと思っています。では最後に2回転半シザースを見てみましょう。これは誰が見てもハサミ飛びと答えると思います。この2回転半シザースを着地まで持っていける選手は世界中でも、とても少ないです。今回の例に取り上げた選手は私の中では世界で一番ハサミ飛びが上手だと思う選手です。では、どうぞ。Nyt katsotaan tuo Petrosson tosi pitkä, upea hyppy. Mies, joka hyppäsi siis yli maailmanennätyksen, mutta epäselvät olot estävät sen hyväksymisen. Mutta näin lähtee kimppoonsa todella upea hyppy.やはり迫力があってかっこいいですね。ハサミ跳びは助走の勢いのまま空中を移動できるので比較的飛距離は伸びやすいです。ただし空中でバランスを取りにくい、長い滞空時間が必要なので着地までつなげにくいといった欠点もあります。足の動きをスローで確認してみましょう。さてどうだったでしょうか。今回3つの飛び方を紹介しましたが、選手によってそれぞれ微妙に細かいところが違うこともあるので走り幅跳びを見る機会があったらぜひ見てみてください。また今回は足の動きにのみ着目しましたが、
っての回し方などに着目してみても面白いかもしれません。最後に各飛び方のトップ選手の飛距離を比べてみましょう。この図からわかるのは飛び方による飛距離の変化はほとんどないということです。最大値だけで比較しているので一概には言えませんが、自分が一番しっくりくる跳躍方法をするのが一番いいと思います。それではこのあたりで今回は終わりにしようと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。